ろしくお願いします。はい、山下さん、まずは被害を受けた地域での取材、はい、まず感じたことっていうのは何でしたか？そうですね、広島からは確かに遠い距離にある場所ではあるんですけれども、復旧どころか全容の把握もまだままならない状況というのをまず知っておいてほしいと思います。そしてそれでも復興に向けて一歩ずつ前に進む被災者を見て、何としてもこの思いを伝える必要があると感じました。まずは取材した内容をまとめたこちらの VTR をご覧ください。元日の団らんを襲った石川県能登半島を震源とした地震から今日で3週間。この地震で233人が死亡、今も22人の行方が分かっていません。今月12日、 TSS の取材班も FNN 取材団として現地入りし、被災地の現状を取材しました。こちらの映像は今月14日の輪島市の様子です。金沢市内から輪島市は通常2時間ほどで行けますが、土砂崩れなどによって道路が寸断されていて、渋滞や迂回を重ね片道5時間かけて到着しました。道路には至る所で地割れが発生して、車もですね、慎重に走行している様子が伺えます。市内に入ると道路のアスファルトはあちこちで隆起が発生、しかし町中が壊滅的な状態のため道路の復旧はほとんど進んでいませんでした。こちらは大規模な火災が起きた朝市通り、年末は多くの買い物客でにぎわったという町は一面焼け野原。それでも行方不明者の手がかりを探そうと、警察、消防、自衛隊が連日懸命な捜索活動に当たっていました。ここは JR 七尾駅のすぐ近くです。私の横にも瓦礫が散乱していて、すぐ近くの電柱もですね、斜めを向いてしまっています。電線も垂れ下がっているわけなんですが、こちらの住宅はもう完全に倒壊していて、瓦礫の山と化しています。能登半島で最大の人口を要する七尾市、なんとか倒壊を免れた家の玄関にも危険と書かれた赤い紙が貼ってありました。今七尾市で深刻な問題となっているのが断水です。市内のほぼ全域で断水が続いていて、復旧には2ヶ月以上かかるとされています。それでも被災者たちは少しでも日常を取り戻そうと前を向いています。七尾市で40年以上続くお好み焼き店です。断水により看板メニューの一つ焼きそばが出せなくなりました。焼きそば作るときってお水をたくさん使うので、やっぱりそれが使えないってなってくると、断水終わるまではやっぱり提供はちょっと難しいかなとは思ってますね。雨水をためてトイレ用の水に使うなど、やりくりをしながら営業を続ける姿がありました。僕ら飲食業っていうのはお客様に助けていただけながら、こう来ていただいて助けていただいてっていう、そうやってできる商売なんで、やっぱりこういう時こそお客様の力に、地元のみんなの力になれるように。七尾市内のフィットネスクラブでは水道管の修繕が進んだため、会員以外の人にも無料で入浴できるようにしました。別世界やね、うんうん、いいですか、いいわ、毎日でも入りたいです。能登は一人じゃないで、皆さんも一人じゃないから、震災を乗り越えるそういうきっかけになればいいなというふうには思ってます。一方、金沢市では避難所が開設され、被災者が身を寄せ合って生活していました。今までは経験のない地震だったね、とにかく、天国じゃないかな。石川県の長谷知事は能登地方以外の避難所に避難することを連日呼びかけました。
1.5 次避難所、2次避難所等への移送等、孤立集落の避難者を丸ごと移送するというミッション、この2つの面からの取り組みをさらに加速させてください。しかし地元から離れたくないと避難をためらう人がたくさんいるのも現状です。ライフラインの復旧が想像以上に遅れ、復旧のめどもなかなか立たない中、災害関連死を防ぐため県の垣根を越えた支援が今求められています。はい、被災者を守るため、そして復興のために県外からの支援というのは必ず必要になってくると思うんですが、今回その被災地取材で一番困ったことは何でしたか？はい、そうですね、一番困ったのはトイレです。公衆トイレなどには立ち入り禁止のテープが貼っているなど、行きたくても我慢する状況が続きました。そうですね、断水が続いているのでなかなか流せない、こういった公衆衛生の問題、これがなかなかストレス大きくかかってきますし、災害関連死とも、ね、これ結びついてくる部分なのかなと思うと、やはりこういかほどかというところを感じますけれど、こういった状況を連日報道を見る中で、全国で、ね、広島県内も含めて多くの方がこれボランティアに行きたいという声も、ね、数多く聞かれます。ただ、一方でいつのタイミングから行けばいいのかという声もあるわけなんですが、このボランティアの受け入れというのは山北さんどうなっているんでしょう？はい、石川県は個人のボランティアの事前登録というのを進めていて、もうすでに1万人以上が登録しています。多くの人が登録してますね。実際に金沢市の避難所などではボランティア活動が始まっているんですけれども、被害が甚大な能登半島は受け入れ体制が整っていません。そこで県は被災地での不要不急のボランティアを控えるように呼びかけているんです。個人ボランティアが増えると復旧が進んでない道路はさらに混雑してしまいますし、水道の復旧が進まない中、トイレの問題などもあって、混乱が予想されるとしているからなんです。そういった、ボランティアに行きたいという熱い思い、しかるべきタイミングで発揮していただきたいなというふうに思います。一方で山内さん、なかなか能登半島地震復旧復興の目処、難しい部分もありますが、どのように感じられますか？そうですね、今回の、地震の教訓から私たちが備えるべきことって何だと思いましたか？はい、今回の地震というのは元日の断乱を襲いました。本当に地震がいつどこで起きるかまだ正確には分からないことも多く、被災者からももっと備えをしておくべきだったという声が、家族聞かれたというのが印象的でした。今回の地震を、自分事として捉え、避難先や、家庭での備えを、今一度確認することが必要だと感じました。